おはようございます。お弁当今日の一品です。まずはお皿にラップをしてご飯を入れていきます。はい、ご飯を入れたら真ん中にちょっと穴を開けて、はい、お弁当の残りの照り焼きチキンですね、これをズボッと入れて埋めていきます。はい、これでラップを外して、握っていきます。おにぎりができましたら海苔を準備して、ここに塩を軽く振ってから味をなじませます。はい、あとは海苔を巻いて完成です。照り焼きチキンおにぎり、お弁当にどうぞ。ご視聴ありがとうございました。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。